こんにちは、バーチャルゲームブロガーのラユです。気軽にラユちゃんと呼んでもらいたい。今回はインターネットショップのスルガヤで購入したゲーム、アニメ、雑貨50個入り福袋を開封していくぜ。久しぶりの福袋開封動画だな。1980円で50個入ってる。で、まあ1個あたり50円ってことなんでね、まあ、何が入ってるか、俺の希望としては、まあ知ってれば大体何でもいいかな。俺の知ってる作品なら大体許せる感じ。早速開けていくぞ。さあ行くぞ。あ、ちっちゃいんだよね。なんかね、1980円の割にちっちゃく感じるな。軽いしね。今回はもう ガバッと見ていくけど、なんかストラップが多い。サイボーグ009。シンプルキャラクター2000シリーズで1回ブロック崩しが発売されているサイボーグ009か。だいぶ古いもんじゃないかこれ。ちょっと横にね置いていくけど、これはワンピースのメタルプレートストラップか。これファイナルファンタジー、ピアトリズムのハッピーホリデーって書いてあるな。ポストカード集か。あ、キングダムアーツ、ハッピーホリデー、シアトリズム、ファイナルファンタジー、ダイロゼッター、懐かしいな。ダイロゼッター懐かしいな。そう、手袋のせいで。お、スライム、ポリモル、ドラゴンクエスト。で、ドラゴンクエスト10。あ、クロノトリガー。これ嬉しいな。でも、ハッピーホリデーの字はいらないかな。クロノトリガーだけで欲しいわ、これ。クロノトリガーに、これ、あ、地獄の魔王、懐かしい。ビータと同時に発売された地獄の魔王のやつだ。懐かしいな。あんまり面白くはなかったな。ブレイブルデフォルト、もうすぐ2が出る。これは、あ、13か。ファイナルファンタジー13。これも、ライトニング。もう一枚。あ、なんか、宣伝が入ってた。最後に宣伝が出てくると。ここまでの流れでファイナルファンタジーに脳をやられた人に最後に宣伝を見せてとどめを刺すと。なんかの、なんか、買うともらえるやつかな。ワンピース一番くじのストラップ。ワンピが多いのか？これはなんだ？超獣神、グラビオンツバイ、クライン・サンドマンの、まあ、なんか、トレーディングフィギュアかなんかかな。グラビオーンっていうオープニングは知ってる。ワンピース、グラス。一番くじの解消は大体入ってるよな。銀河伝説、ウィードのフィギュアコレクション。あったんだ、こんなの。メルって書いてあるな。犬漫画のユーの。ジョジョの奇妙な冒険。これは誰だ？これは誰だ？ディアブロではなくて。スパイスガールか。スパイスガールだ。ジョジョのスタンドはなんかね、単独で見せられるとちょっと混乱するんだよな。わかんなくて。トッパー。ワンピが多い。ワンピが多い。アメコレ4。アメージングログコレクション。ん？あ、ルールー。ファイナルファンタジー10のルール。当時の、コアコーラを買うとくっついてきたやつだ。これも相当古いな。だいぶ出回ってるもんだよ、これ。ワンピース。ロビンの、ソウルフルラバーボールチェーン。ワンピースが多いな。ドラゴンボール、買い！あ、レッドリボン軍の、人造人間全員集合のグラスか。人造人間は17号が好きだな。あ、18号がなんかダサい時の、ブティックを襲撃して、ダサい服を、入手した時のやつだ。これもあれか、ファイナルファンタジー、10の、コアコーラフィギュア。決まりだな。決まりか。決まり。村に入れてもらえない決まり。リアルタイプの方だな。目玉のヤジ。おい、キタロウ！キタロウ！キタロウくん！キタロウくん！あ、ドラゴンボール Z ハイクオリティキーホルダーナメック星編。ナメック星に向かうぞっていう時の、ブルマさんか。ご飯とクリリンもこういう格好を教えたよな、出発の時に。見えないか。これはガンダム？
ストライクガンダムか。だいぶ古いガチャポンのシリーズだな。これなんだ、ビニールにくるまれているが中身はダブル王の、ダブル王の誰だっけ、ダブル王のー4番目くらいの人かな。これもトレーディングフィギュアかな。稲妻イレブン、ロココウルパ、キャラポスコレクションのやつか。稲妻イレブンのキャラポスコレクション、財前東子&浦部理香か。ちょっと待って、わからんけど、ポスター系はちょっと、チョッパーの桜チョッパー。あ、カードヒーローの巾着というかポーチというか、これなんだ、玉ひげ屋じゃない丸ひげ屋のマーク入ったやつ、これなんだろう。カードヒーローめっちゃ好きなんで嬉しいな。これちゃんと DS じゃなくて初代の方だな。トレードバトルカードヒーローの方だ。これ嬉しいけど、なんだろう。ノベルティではな、結構しっかりした作りだからな。ナズマイレブン GO のキャラポストロフィン、これ後でまとめてみよう。はじめの一歩の、あれ？はじめの一歩じゃない。ヤッターマンがいてた。なんだ？多分、ばらけてるかな。これは缶コーヒーにつくやつか。缶コーヒーについてくるルパン三世の、カリオストロの城の時のだな。見えるかな。なんとも言えん顔しているルパン。ジュースのおまけが多くないか、この福袋。どうぞ。これはムーディーブルースかな。ムーディーブルースは再生するシーンがあったから、顔結構覚えてるわ。ムーディーブルース。スタンドコレクションフィギュアキーホルダー。ゲームセンターの景品かな。なんだ、バトルブレイク。バンダイの、なんだこれ。バンダイが昔やってたゲームのやつかな。初めて知ったな。バトルブレイク、なんか、筋肉マンの技みたいなポーズをしてるけど。バトルブレイク。ペース上げていくか、ちょっと。サイボーグ009のキャラと、ドラクエ10の、踊る宝石？笑い袋か。笑い袋の、ジュースのおまけフィギュアだな。笑い袋は結構好きなんで嬉しい。ザ・ドレザップか、ブルパックキーチェーン。あ、スタンド。これは、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。ゴールドエクスペリエンスレクイエムだな。スタンドが多いな。で、ルパン三世のゴエモンの、これもジュースの負けかな。結構しっかりしてんな。で、ワンピースのサンジと、ガンダムシードのザクウォーリアーの、鉛筆削り、シャープナーかな。ザクウォーリアーの、シャープナー。シェンロンガンダムかな。ガンダムのやつ。お、筋肉マンの超造形魂。筋肉マンなんか細いな。筋肉マンってこんな細かったっけ。中身は、悪魔将軍かな。あ、ステカセキングこれ。ステカセキングかな。ステカセキングっぽい。ステカセキングは相当強いよね。俺、筋肉マンそんな詳しくはないんだけど。ステカセキングが強いのは知ってる。あ、タイガー&パニーの、パオリンだ。パオリンは好きだけど、こういう系か。こういう系のなんか、ミニ、コレクションだな。あーなんだ、稲妻イレブンの下敷きに、稲妻イレブンの下敷き、ワンピース、ギガントバトル2の予約特典のシール。登場キャラクターのシール。あ、
ワンピースの、これもアンリミテッドクルーズスペシャル特典エースとね、ワンピース一番くじノート&クリアファイル、すげえのがあったんだな一番くじのやつだ、レクシーで、キングダムハーツの初代のやつか、初代キングダムハーツの多分なんか200円で買えるシールのやつかな、今日はタガレンのミニ下敷き、ワッカコカ・コーラの おまけのワッカ FF10 のね、で、あ、これか、タガレン、はじめの一歩のお菓子のおまけのやつ、ジュースのおまけか、ジュースのおまけのやつと、ルフィと以上かな、あ、なんかある、ハロー一生って書いてある、ハロー合格ハログッズ一生って書いてあるな、ジオンに対するね勝利企画かな、綾波レイとベジータだで、これか、これで以上です、これはあれか、なんか紙か、以上です、これで1980円か、待って、これが全部ね、連携ね、これが1980円はちょっときついな、あ、だって駿河屋の店舗の駿河屋のなんか100円コーナーにぶち込まれてそうなもんがきっちり入ってたからな、これはきついな、一応ひな入れのね、今ポスターをながら喋っているけど、なんか目玉的なものもなく古いグッズばっかりだし、しかもジュースのおまけとかね、まあファイナルファンタジーのコーラのおまけはちょっと嬉しかったけど、さっきも見たな、これ以上です以上です、今回はちょっとあれでした、当たりはまあ FF のポストカードセットと、まあこのカードヒーローのねポーチは結構嬉しいが、1980円の気持ちを取り戻すまではいかんかな、こんな感じでした、ベジータでお別れです、あらばだ、チャンネル登録もよろしくな、ベジータはそんなこと言わない。